じゃあ今日もやっていきましょうか。いやー、さすがに今日は図面届くよね。あ、誕生日もだ。ミニボタニカも完成したのか。出るとイベントっていうわけではないんだ。あ、ニアが来て。ハッピーバースデーって言って、おう。うわ、私の持っているどんなクリームケーキ買っちゃおうかな。ハッピーバースデー。おお、みんな来た、いろいろと。確か置いてってくれるんだよね。まあ、ほぼほぼみんな置いてってくれるんじゃないか。昨日、ハッピーバースデー。コングラチュレーションズ。人たちに話してたんだけど。ハッピーバースデー。ほぼほぼだね。I've always said, make happy birthday! お、すごい、ヘルメットくれた。いいやつじゃない。置き場所ないって言われそう。ペットの名前を変えてみるのはどうみたいなことか。お、ジェンセン昨日話しかけなかった。カーペット。へぇ、カトリさん、カーペット2つ。カエルの冒険家のアーマー。クロムの探検、なかなかいいのくれるじゃん。ジェンセンからは2つ。ハイジからは、シャツね。ダークボーイの角。アニマルスキンか。多いね、上質の魚。料理系って、まあ、なんだろう、パーティーの時に持ちたいよね。これはあまり持ってないやつだな。え、エレガントのクラウンチャー。あ、すご。いいね、飾っちゃおう。アンニー、いいやつ持ってんの。カブトにはカブト。じゃあそんな感じで誕生日ちょっと楽しんだところで地方から。何？これが発展した飛行船の図面だ。シンプルだけど最高傑作。設計した時と同じぐらい楽しい気分で作れることを願ってる。ウェイ会長と他のビルダーがヤクメル牧場の近くに、建設パッドをすでに完成させたと聞いた。飛行船はそこに設置してくれ。そして二人で何かを作る機会がすぐに訪れなかった場合のために、なんと、君と何かを作ることができて本当に嬉しい気分だったよ、チーホン。エンジンね、エンジンと来たのか。全部か。何や。バースデーカードの誕生日おめでとう。また一つお年を取って人として歩みが増したよね。一緒にお祝いできたらよかったな。父さんは、グライドバーガーのギフトカードをプレゼントしたよ。みたいなんだけど、サンドロックにグランドバーガーはないよね。いずれにせよ送りたいって言ってるわ。それと念のため、新しい友達とお祝いできるようにちょっとしたものを送るわね。愛しているわ、あなたを誇りに思う。父さんと母さんより。何？500コルの価値があるが、サンドロックは使えない。ただ、大切なその気持ちだ。ほう。ミルクシェイクと書かれてる。ミルクシェイクね。あ、青銅のブレード。ん？ブレードってんだ。あ、これで作れるのか。よかった。歯車もらっといて。なかったら作れんかったからな。じゃあ作ってみるか。もしかしてこれで、図面、全部じゃないか？埋まったね。いよいよこれで最後か。で、機体は、1。いやー、クローム製のベアリング作っといてよ。で、1、2、2やね、エンジンは。組み立てて、あ、なんか足りなさそう。大丈夫。で、前方で、
で、後方で、あ、ブレーン？これで完成させられる。まあ、サクッとできるよね。で、ミアンのお店も見に行ってみる必要があるね。ミニボタニ。ああ、いっぱい来てる。20か。博物館に寄贈できるんだったらな、寄贈するんだっけ。寄贈できない？寄贈できない。で、これも寄贈できない。一応これつけられるけどな、そんなに高い能力いらないんだね。34分か。ここら辺追加で必要ないか。もうみんな。結構あのペット増えたな。与えて、ご飯が足りなくなっているか確認して。で、花はまだか。クイーンローズの、じゃあもう一個。いや、姫ニンニクは3つ。姫ニンニクなんかどんどん増えてくるね。そういうもんなのかな。ああ、ここも結構あるな。これはクライドバーガーね。家具の宝箱でもらえるんだこれ。ストレッチャーは使う機会あるかな。いやー、でかいな。よく見たらこんなにでかい。完成したら見てみよう。おー、で、これで取り付けれるってわけね。一応行く前に撫でておこうか。牛と、なんだ？ラクダ。いや、ラクダがすぐに出てこなかった。頭がまだ寝ている可能性がある。で、見てみて。トマトはもうみんな好みが勝った。サンドベリーはまだまだ。うん。とりあえず、次は、何を食べさせるか迷うところだな。まあ、次の日になったらいろいろわかる。たまにはキャメルに乗ってみる。3人乗れそうだな。なんとなくだけ。やあ、似合う。ほら、サンドワームを持ってきて土の中に入れてみた。これで土に栄養ができるといい。あと何日かすれば、花が開く。そういう話をするためにずっと待ってた。おお、確かに移動速度が速くなったね。まずはなんとかボタニカを見ようか。まあ、何にしろ回転は難しいな。あ、うんぜん。お、棚ができてる。ようこそ。ミアンがショップのことを拾ってくれてすごく、すごい反響なの。みんなが自分の家に植物やお花を欲しがってるみたい。初日からこんなに人が集まるとは思わなかった。ミニボタニカは成功すると思ったよ。植物でできた飾りはみんな好きだからね。前のサンドロックの気候は植物を育っているのに理想的ではなかったんだけど。でも今、元気な植物を育てる手段がある。うん。ビビおばあちゃん、開店日に遊びに来てくれてありがとう。これが注文してた商品よ。開店祝いとして特別なものも入れておいたよ。あら、プレゼント。なんて素敵なの。ありがとう。君たちのビジネスが成功することは祈ってるわよ。じゃあね、ビビおばあちゃん。
はい、さよなら。今日来てくれたお客さん全員にプレゼントしてるの。これをあんたに。おお、何くれるんだ。見て、アジサイだよ。アジサイか。ポリティアの花屋で買った特別な品種なんだ。綺麗でしょ。これであんたも手に入ったね。おお、初めから協力してくれて、そして今日も来てくれてありがとう。さてと、他のお客さんの相手をしなくちゃ。今夜ブルミン夕食会で会おう。ああ、そういえば夕食もあったね、イベントとしては。じゃあみんなに話しかけても行こうか。で、ジャスミンなんだ？え、飛行船、ああ、飛行船の話ね。で、アーネストに話しかけたいんだけど。お、ポプラの木材くれたね。で、ここに今何売ってるんだ？マウンテンローズとか。おー、家具系だね。ヤークボイド。あ、宝箱で手に入るやつやったのがゲットできるのか。あー、まあ悪くないね。じゃあそんな感じで、このイベントは終わりかな。まあ、向こうの方の飛行船ちょっと見に行ってみますか。ここから行くのが正解なんだろうね。ああ、キャメルそこにいたか。意外とこのキャメルもちょっと機動力が遅いね。ちゃんと育てていかないとね、ダメだね。さあ、じゃあそうこうしているうちにここだね。ちゃんと取り付けられるかな。まずはここはなんだ。戦闘か。いや、本体か。で、前の翼じゃないな。前のプロペラか。で、ここ後ろのプロペラをつけて。で、なんか、真上に飛ぶのかな？ここ地面に埋まってるけど大丈夫かな？まあ、とりあえずつけていくか。後ろの羽だね。で、前の方。普通の飛行機でも、こんな感じでつくのかな？エンジン。まあ、後ろが重たいのか。見事だ、うんぜん。君は自分自身を出し抜いた。おう。わあ、これが飛行船ね。何これ落ちてんの？動いているところを見るのが待ちきれない。涙が出そうです。本当にこれを作ったのかい？誰か私をつねってちゃう。ああ、まずは足自身をつねらせてくれ。あ、これは散布機か。敵の図面をもっと盗んでおくべきだったね。このレベルの開発と緑のサンドロック。サンミットではみんな大盛り上がりだろうね。ここがどこかわからなくなるくらい。まあ、何人かはわかる人がいるだろうけど。テオに、マートル。うん。そうね、名前を付けなきゃ。間違いないわ。実現させるのに、精一杯だったから考えもしなかったわよ。まあ、なんていう名前だろう。飛行船は飛行船と呼ぶ。自分の、常用動物に名前を付けて馬って呼ぶ人たちみたいだね。そんな人は知りません。いやー、この前まで馬も馬ってついてるの。たくさんの人がとは言ってないけど、ほら、馬さんこっちだ、馬さん。ピンとこない？正解を言ってもいいのですよ。お、長瀬。記号を添えて。準備してたでしょ？わかった。頼もうかな。名前をカスタム。あー。マートル、トルリー、サンドロック号、いいね。単に、私に言わせてくれれば少し鼻につく。まあ、あまり考えすぎは良くないんじゃないかしら。考えすぎ？私はコーヒーをブラックで飲むし、命名規則では嘲笑対象がありません。あなたは大したものですね。雲仙、
あなたの案に一票。ウェイさんが賛成だね。ブランドの認知度向上にも一役買うかもね。もし他の都市の上を飛んだら、だったらサンドロックが作った飛行船ってことは一目瞭然ね。賛成。知ってもらうのはいいことだろう。そしたら SS サンドロック号と名付けましょう。ところで誰かがこれをテストしないと自分の設計に自信があるだけ、自由同盟の代表に特別な初公開をさせるの、ただ単に悪い習慣だとしか言えないだろう。ジャスティスに見てもらう。夜に運び出すからサミットのお祝いで見ることができるわ。初公開よ。いいだろう。ならみんな解散だ。爆発で今夜目が覚めなければ飛行船は成功したと思ってる。爆発ね。おお、ジェンセンが親友になりました。あ、みんなプラスになったか。なるほど、そこに SS サンドロック号ってついてる。まだ飾りみたいだね。ここに何か乗る場合もあるのかな。で、お腹の下に散布機がついたのね。なるほど。いやー、じゃあ楽しみだね。じゃあ、あとはいつも通り時間稼ぎと、あの、なんだ、レベルアップのために遺跡に行って、ちょっとね、連続で戦っていくか。いやー、でも結構いいものができたね。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。このチャンネルではゲーム実況動画をまったり配信していきますので、次の動画も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、高評価も押していただけると動画作りの励みになりますので、よろしくお願いします。ではそれでは。